病は国際単位系における時間の単位である。他の量とは関係せず完全に独立して与えられる7つの SI 基本単位の一つである。病の単位記号は S であり、SEC などとしてはならない。病は歴史的には地球の時点の周期の長さ、すなわち1日の長さをもとに定義されていた。すなわち、ロードを24分割した。 太陽時を60分割して、分、さらにこれを60分割して、秒が決められ、結果として、ロードの86400分の1が、秒と定義されてきた。しかしながら、19世紀から20世紀にかけての天文学的観測から、ロードには10から8程度の変動があることが判明し、時間の定義にはそぐわないと判断された。そのため、 地球の光転周期に基づく定義を経て、1967年に原子核が持つ普遍的な現象を利用したセシウム原子時計が秒の定義として採用された。なお、一秒は偶然にも人間の標準的な心臓拍動の感覚に近い。秒は2019年5月以降以下のように定義されている。ザ・セカンド。 シンボル S, is the SI unit of time, it is defined by taking the fixed numerical, value of the sessium frequency new CS, the amper turb the ground, state hyperfine transition frequency of the sessium 133 atom.Soobie 91億9263万 1770M express to in the unit Hertz, which is, イコール2、S-1 和訳、秒は、時間の SI 単位であり、セシウム周波数、ニュー CS、すなわち、セシウム133原子の接動を受けない、規定状態の超微細構造線位周波数を単位 Hz で表したときに、その数値を91億9263万1770と定めることによって定義される。この定義を受けて、 日本の計量法においては、セシウム133の原子の規定状態の2つの、超微細順位の間の繊維に対応する放射の、周期の91億9263万1770倍に、等しい時間と定義されている。なお、1997年に、この定義に次の補足が定められた。 セットデフィニッシャンセリフェアアウニアトメデセシウムエイウルーポアユヌテンパチャーデレーケーはこの定義は温度冷系の下で静止した状態にあるセシウム原子に基準を置いている国際度量法委員会1997年ブロシュアシュールル SI この補足は SI 病の定義が国体副社により接動を受けないセシウム原子に基づいていることを明確にしているすなわち 周囲環境が熱力学的温度で冷系である。秒の単位記号は小文字、立体の S である。しばしば、セックやセックと書かれることがあるが、これらの表記は国際単位系でも日本の計量法でも認められておらず、誤りである。漢字、秒の本来の意味は小麦や稲などの穂先の硬い毛すなわち、棒のことである。そこから、 わずかなもの、微細なものの意味となった。孫子三景では、少数の位取りに、秒を用い、毛の十分の一を、秒としている。宋時代に、この秒は、糸に置き換えられた。明治時代に、西洋の時法が伝わった時、わずかな時間である、セカンドに、秒の字が当てられた。古代のバビロニア、そして、中国では、1日を十二等分する時間を設け、 これを人形による観測で確認をしていた。また、少なくとも、紀元前2000年頃にはエジプトでは1日を昼と夜に分け、それぞれを12の時間単位で区切っていた。これは不定時法と呼ばれ、季節による昼や夜の長さ変動から、それら時間単位の実際の長さは、一定していなかった。古代ギリシアのヒッパルコスと古代ローマのクラウディオス、プトレマイオスは、 それぞれ1日を60進法で細分し、平均化された1時間や1時間の単純な分数、そして時間の度合いなどを用いたが、これらは現代の分や秒とは異なっていた。60進法の定義によって分けられる1日は1、60の n 乗の時間区分を設けていくことになるが、300年頃のバビロニアでは少なくとも6までの分割を行っていた。ただし、 そのようなごく短い時間単位を基準に用いていたわけではなく、例えば1年という時間を細分単位で表すような場合には1日の60分割単位を基礎としていた。バビロニアでは1日を360分割した C という単位、これをさらに70に分割したヘレックという単位を使っていた。彼らはこれらの単位時間を正確に測定を行う手段は、 持っていなかったが、計算で、例えば1作望月の平均時間を60進法で2931、50、8、20日という値を得ていた。この計算方法は、引っ張るコストプトレマイオスが使っていた方法である。この、ヘレクは1080分の1時間であり、ユダヤ歴では、平均月を29日と12時間793、へレクとする。 西暦千年、ペルシア人の学者、アブー・ライハーン・アルビールーニーは、新月となる週に、日曜日の正午を基準点とした、日、時、分、秒さらに秒より、細かな2段階の区分を施した。1267年には、ロジャー・ベイコンが、満月日の正午を基準に、時分、秒さらに細かなターシアとクオータへ分けた。 これら、秒を60分の1に細分する用語、サードは、現代のポーランド語、ターツや,やトルコ語、ソライズに残っているが、通常は、小数点以下2桁で示される。現代英語の、セカンドは、もともと、第二の文、次の文を意味する、セカンドミニットと呼んでいたことを由来とする。それに対して、文のことは、第一の文を意味する、プライムミニットと呼んでいた。 すなわち、一時間に対する第一の分割、第二の分割という意味である。時計が、秒谷を表示するようになった初期の例は、16世紀後半に現れる。1560から1570年の、フレマンスドルフコレクションには、秒針を持つ、ネジ式時計がある。同じ頃、滝アル人は5秒刻みの表示をする時計を制作した。 1579年には、ヨストビウルギが、ビルヘルム五世の依頼を受け、秒を示す時計を作った。1581年には、ティコブラーエが天文台の時計を回収した際に分と、秒の表示を加え、1587年に彼は、この時計は4秒の狂いしか生じなかったと述べた。秒表示の正確性は、振り子時計が発明され、時計による見かけ時間の表示から、 平均時を表すことができるようになって向上した。特に1670年にビル・クレメントがクリスティアーン・ホイヘンスの時計に秒振り子を加えたことが顕著に貢献した。ロングケースクロックの秒振り子は1往復で2秒を示し、片方からもう一方へ触れる際になる、機械音が1秒ごとの時間を刻んだ。そして、精密時計の文字盤には1分間で1周する。 秒針が加えられるようになった。日本の法令では、1951年に制定された計量法で、時間の計量単位として秒が定められ、秒は平均対応比の1、86,400都市、東京天文台が秒として決定する時間で、現時するとされた。当時の東京天文台では、四後儀による恒星の観測で時を測定し、 測定結果を外装して、標準時計であるリーフラーアフリコ時計の歩道を調整して保持していたと言われる。歴史的には、地球の自転周期すなわち1日の長さは一定だと考えられていた。ところが、クオーツ時計の精度が向上すると、ロードには、調汐力や季節変動による1ミリ秒から2ミリ秒程度の変動、 すなわち中から8日程度の変動があることが分かってきた。このため、ロードを元にした定義では、精度上の問題があることが判明した。ロードの変化には、海流や大気の循環、さらに地球の核の流動なども影響を及ぼしている。また、地震の発生も潮積力による、変動の1000分の1程度のわずかの自転周期の変動を起こす。なお、 ロードが数年間の期間内に徐々に長くなっていることがウルー病が設けられている理由であるということが後半に信じられている嫌いがあるが、これは誤解である。詳細はウルー病挿入の理由についての間違った理解、地球の時点を参照のこと。このロードの不安定性を受けて、 1954年の第10回国際度量校総会での決議に基づき、1956年の国際度量校委員会において、秒の定義を地球時点よりも変動が少ない公転に求め、1900年の年初に近い時で、太陽の気化学平均光景が279度41分48.04秒となる時刻を起点として測り、 この時刻を歴表時1900年1月0日の12時と定義する。歴表秒はこの時刻から1対4年の1、3155万6925.9747と改められた。日本の法令では1958年に改正された計量法で秒は明治32年12月31日午後9時における。 地球の公転の平均角速度に基づいて算定した、一太陽年の1、3155万6925.9747、として、東京天文台が現時するとされた。当時の東京天文台では、写真天頂等で時の計測を行い随小時計で、保持していたと言われる。歴表示とは、ニュートン力学に基づき地球の公転周期をもとにして、 定めた時刻である。この時に使用されたのは、18世紀から19世紀までの天文観測に基づいて1900年以降の太陽の運動を示す方程式を記述したニューカムによる太陽の見かけの平均光景であった。この定義は1960年の第11回国際努力構想会で批准された。1900年というのは、この年における、 平均対応比が86,400秒になるという意味ではなく、単に時間を決めるための基準点としてきりの良い日付が選ばれたに過ぎない。そのため、基準値をもう一度測定しようとしても1900年に遡って行うことは不可能であり、再現性に課題を抱えていた。新たな定義は、アルカリ金属であるセシウムを用いた原子時計によるものである。 セシウムは天然では原子量133の元素のみが存在し、かつその沸点はセッシ671度と低く他の元素に比べて使いやすいために原子時計に採用されていた。そのため観測によってのみしか決定できない地球の工程よりも実験室で求めることが可能な原子時計を直接用いて秒の定義を決めることが 効率的と考えられた。これには、量子力学の原理から、すべての 133CS 原子には個別の差が存在しないため、原理的に同一の定義が可能という特色もある。1955年6月に、イギリスの国立物理学研究所が、セシウム原子時計を実用化すると、いくつかの国家は、原子時計を導入し、時計の運用に使用し始めた。 まず、原子時計には、誤差の徹底的な洗い出しと対策が施され、そしてアメリカ海軍天文台のウィリアム・マーコウィッツと、イギリス国立物理学研究所のルイ・エッセンによって、セシウム原子の超微細菌異周波数と歴表病との関係が求められた。マーコウィッツとエッセンは、 3年間の共同研究を経て1秒が91億9263万1770周期だという数値を得た。これは1951年にマーコウィッツが発明した星と月の動きを同時に終える月観測用カメラをユースのが2台大西洋を挟んで並列で設置し月による生殖から高精度の歴表示を確認することで得られた。また、 この観測で NPL はアメリカ内陸部コロラド州の標準電波局短波放送による識別信号を使い2台の原子時計の比較調整を行った。1956年に国際土壌工委員会の株機関として設置された病の定義に関する諮問委員会第1回会議でエッセンはセシウム原子時計と天文時計の比較結果を報告し セシウム原子周波数標準を秒の元気にするよう強く主張した。しかしその会議ではメートルの定義をメートル元気からクリプトン原子波長に置き換えた前例と同じように10年間ぐらいは各種周波数標準と比較研究する必要があると結論された。その後、1964年には第12回国際度量構想会で 高度の時間計測のために原子的標準に到達する緊急性を認め CGPM 決議後による委任に基づいてシプムで時間の物理学的測定のために暫定的に用いるべき原子または分子に基づく周波数標準の指定を行った。そして40カ国の代表が参加した1967年の第13回 CGPM において 現在の原子時計による SI の秒の定義が決定された。日本の法令では1972年に改正された計量法で秒はセシウム133の原子の規定状態の2つの超微細順位の間の繊維に対応する放射の周期の91億9263万1770倍に等しい時間として現実するとされ。 病を東京天問題が現時する定めがなくなり、どの機関が現時するのかは明示されなくなった。さらに、1992年に休憩療法が全部改定され、新たな計量法の規定に基づく計量単位例により、病は定義だけが示され、国の機関が病を現時する定めはなくなった。1997年の国際土量法局の会議では、 病の定義は霊系の下で静止した状態にある、セシウム原子に基準を置いているという声明が出された。しかし現実には、絶対零度、止まった原子、そして外部からの電磁波等を、全く排除した状態を作り出すことは事実上、不可能であり、この理想状況との差異を評価して、補正を加えなければならない。これを自動で行う機器の例には、一時、 周波数標準器がある。日本では法令で秒を現時する指定がない状態が継続していたが2003年に秒の現時に代わって時間の逆数で表される周波数について周波数標準器が経済産業大臣から特定標準器として指定された。なお国家標準には独立行政法人情報通信研究機構と 独立行政法人産業技術総合研究所、計量標準総合センターの周波数標準器が指定されている。もっと精度の高い定義として、現行のマイクロ波による定義から光に基づく定義に変更する研究が進んでいる。その候補としては高校首都圏などが研究されており、国際度量衡局は、秒の二次表現として9種類を採択している。 高校誌時計としては、ストロンチウム講師時計とイッテルビウム講師時計の二つがある。これの研究の進展により、10から18程度の精度を持つ時計が実現されようとしており、これをもとに第28回国際度量構想会が開催される2026年を目途に新しい病の定義が採択される見込みである。定義採択の条件としては、 次の5つが挙げられている。10から18の相対不確かさの光時計が3つ以上出現すること。3つ以上の異なる研究所において10から18の相対不確かさで高度計の同等性を確認できること。原子泉方式セシウム一時周波数標準器との比較において30から16以下の相対不確かさで周波数が決定できること。 異なる、光時計の周波数比が2つ以上の研究機関で5、10から18以下の相対不確かさで測定されること。そして、このような周波数比の測定の実績が5つ以上になること。国際原子時への定期的な貢献が可能になること。他の多くの SI 単位と同様、倍量単位、分量単位として SI 接等時を秒に付けることができる。 秒の倍量単位は、規定上は、キロ秒、メガ秒などもあり得るが、通常は、非 SI 単位である分、時、日、週、月、年、世紀などの紙用の単位が使われるため、説答言葉付きの単位はほとんど用いられない。上記の3つの単位は、国際単位系の公式文書に記載がある、SI 単位と併用できる非 SI 単位である。なお、平均対応比は、 観測によって決まるものであり、単位としての人は、ズレがあることに注意。以下の単位は、国際単位系では、定義されていない。年と世紀は、天文学では、通常、ユリウス年とユリウス世紀を用いる。定義は、国際天文学連合による。逆に一秒は寛容の単位では、以下のように表される。分量単位には、以下のものがある。 原子時計で定義された秒を基礎に置いた時刻、正確には、世界中にある300台以上の原子時計が、算出する平均によって決められる、時計があり、これを国際原子時と呼び、1958年1月1日、0時に世界時に合わせて開始している。ところで、地球の時点に基づく、世界時は、地球の時点の各速度の変動により、 国際原始時との間にズレが生じる。日常生活に使用される時刻の基礎である協定世界時は1972年以後原始時計に基づく国際原始時と全く同じほどを維持しながら正午近くに太陽が正中に来るように時刻を設定するため協定世界時と世界時の UT1、e、との差が0.9秒を超えないようにする。 ウルー病オ調整を行っている。1961年から1971年までは、標準周波数のオフセットと時刻のステップ調整で、世界時の UT2 に禁似していた。1972年からはこのステップ調整は、廃止されることになり、代わりに協定世界時と国際原子時との差を整数秒となるように、調整することとなった。 この制度変更を受けて1972年1月1日、0時の協定世界時と国際原始時との差が正確20秒となるように調整された。同時に、それ以降の協定世界時と国際原始時との歩道を調整する方法は、ウルー秒を適宜加えるか除くやり方に改められた。1972年以降のウルー秒の調整は、 すべてルー秒1秒を加える操作であって、2017年までに、これが27回実施された。結果、特別調整を加えると協定世界時と、国際原始時との際は2017年段階で37秒となっている。一般相対性理論によれば、狂いのない理想的な時計であっても、それが刻む時刻は、その時計が過去に、どのような重力場の中を、 どのような運動をしたかによって変わってくる。このような時刻を固有時と呼ぶ。これに対して共通の基準となるメモリのついた時間と空間を基準座標形と呼び、このうちの時間座標を座標時と呼ぶことがある。地球上の時計の固有時は主に太陽、地球自体、月、諸惑星の重力ポテンシャルの影響下にあるものと考えて良い。 時計のある場所がこれらの天体に対して位置を変えるので、このポテンシャルの影響は一定量と変化量の合成となる。この変化量の最大のものは太陽のポテンシャルの変化によるもので、地球軌道が楕円であるため太陽からの距離が年収変化することで生じ、地球上の時計が一斉に全振幅6.60マイナス10の年収変化をすることになる。 これを時計面で見ると、秒の長さの変化が積算されるので、全振幅3.3ミズの年収変化を示すことになる。なお、変化とは、一切の重力ポテンシャルの影響から全く離れた、場所の座標時に比較して測られる量を言う。また、地球ポテンシャルの影響として、時計の置かれている場所の標高の違いに対応して、1km あたり1.10-13の、 ほど差が生じる。1967年に国際度量行為委員会の株期間である病の定義に関する諮問委員会で原子標準による病の再定義が具体的に提案され始めると時間、周波数分野での相対性論効果の取り扱いについて国際的かつ公式に討議されるようになる。この時の議論では例えば日本の代表からは セシウムセミ観測にあたり、特定の場所の指定を行えば、秒の定義はその場所の固有時になる、観測対象が適当な、大きさの実験室内に限られた、物理測定では固有時の採用で必要かつ十分で、あるが、対象が、実験室外にある場合は、一般相対論の補正を必要とする、地球上またはその近傍にある、原子時計は、 天体に由来する、引力ポテンシャルの影響を受ける、また、遠隔の原子時計の相互比較のために必要、角部からざる補正は、現在直ちに用いられる形では、準備されていないと思われるなどの意見があった。このような国際的討議の結果、病の定義には特定の場所は指定しないことになった。これは、物理法則を求めるための実験室内の一般計測では、 その場所の固有字を用いれば必要かつ十分であるということを基礎としたもので必要があれば相対性理論による補正を行えば良いという考え方である。しかし、セシウム原子の線一周波数で定めた秒間隔を積算する原子時や周波数標準について各国の標準研究所間で相互比較をしたり世界的な統一基準を確立しようとすると 固有字のみの考え方では、不十分となり、座標字的な概念の導入が必要となる。このため、国際原始時について、1980年に、秒の定義に関する諮問委員会第9回会合では、国際原始時は、座標字なのか、基準系座標変換に必要なモデルなどについて議論された。その結果、対話、 回転するジオイド上で実現される SY、SI、の秒をメモリの単位とした地心座標形で定義される座標時のメモリであると声明を発表している。また、現状では一般相対性理論の一時補正を行うことによってジオイド金棒のいかなる固定点あるいは移動点にも十分な精度で体を拡大することができるとされる。 ユニコードには、秒の分量単位を表す蒸気の文字が収録されている。これらは、CJK 互換用文字であり、既存の文字コードに対する広報互換性のために収録されているものであるので、使用は推奨されない。国際単位形における、正式の言語はフランス語である。ここでの定義は英語及び、これを日本語に翻訳したものである。 正式な本文の確認が必要な場合または、文章の解釈に疑義がある場合はフランス語版を使う、必要がある。The International System of Units, 9th Edition 2019 Not on the Text, This Brochure Approvise the Text in English, But when an authoritative reference.is required or when there is doubt about the interpretation of the text the French should be. ユーズド P124、地球の時点が遅くなっているといった表現が、この説明において、文献でもしばしば見られる。しかし、地球と月との相互作用によって、月が、超積加速され地球の時点が、超積減速されている、という現象は事実ではあるが相当に長期的な、現象で、短期的と言える、これまでの人類による観測において見られる変動は、 それよりもずっと大きく、超積原則はその主な要因ではない。例えばニックドによる解説から以下に意味をするが、地球の時点が遅くなっているためといったようには、説明していない。協定世界時とウルービーを調整。地球の時点速度は、超積摩擦などの影響によって変化するため、世界時と協定世界時との間には、差が生じます。そこで、 協定世界時に1秒を挿入、削除して世界時 UT1 との差が0.9秒以上にならないように調整しています。ありがとうございます。